皆さんお待たせしました。講習会の時にお伝えしていたスクワットの話 と、スクワットのトレーニングの仕方をお伝えしていきたいと思います。でその前に講習会でも行ったポジションの取り方ですね、これをもう一回確認していきたいと思います。で、まずその人自身で大体その幅っていうのはどこがいいかってそれぞれ人に違うので、誰かにですね、コーチかどなたかから上から押さえつけてもらって、その時にしっくりくるポジションっていうのがあるので、それをまず見つけてください。ちょっと軽く膝を曲げて、指示出します。で、構えてる時ですね、ラケットを相手からサーブを待ってる時とか、サーブを打った後の構えですね、その構えポジションを取ってもらって、上から押します。この時もし体幹が崩れるように上から押します。体幹が崩れるようなポジションではよくありません。ちょっとこれだとわかんないな、だとしたらもうちょっと足の幅を広げて押しています。あ、こっちの方が押し取り側もなんか反発感がいいねとか安定感があるよね、だとしたならばこれぐらいの幅がその人にとってベストだと思います。でスクワットはこのポジションでスクワットをやりましょう。それが結構ポイントです。じゃあちょっとスクワットやってみましょう。横から見たときにさっき の、 そのちょうどいい自分に合ったちょうどいいポジションでしゃがんでいきます。バドミントンは、流行りもあると思いますけど基本的には前にプッシュしていくようなか戦略的に重要なところだと思いますので、しっかりとこの骨盤が立っているということですね。でこれはすごくいい状態ですが、ちょっと後傾してみる、こういうふうにお尻の穴が下を向くようなポジションはよくありません。もう一回いいポジションを作りましょう。お尻を突き出して、まさにこの干潮しやすいポジションですね。今笑いましたね。この干潮しやすいポジションを、意識してですね、やってみてください。じゃあそれを何回繰り返しましょう。どうですか背骨もきれいに反ってますね。悪い例はこれで背中が丸くなります。特にももの裏とか筋肉硬い人、お尻が硬い人っていうのは骨盤の方に下がって姿勢がキープできなくて背骨が丸くなってます。これはいい姿勢じゃありません。お尻を突き出してここが綺麗なラインができるように、スキーのジャンプ台もできるようなイメージを作ってみましょう。 OK です。で、自重なので100回やれてれば100回できますし、10回真剣にやるようになれば10回でもいいと思います。まずは正しく動作ができるということを覚えましょう。お尻をうまく突き出せない方は壁でお尻をぶつける練習をしてやるのもありです。これちょっと講習会の時にやりました。この位置を作ってあげます。どこまでしゃがんだらいいんですかみたいな話はありますが、膝を曲げていってずっと下下がっていって下がっていって下がって下までしゃがみ込めるならそれはそれでいいです。で上がります。負荷が上がるからですね。おけつを出してしゃがんでいきます。だいたいスクワット の、 最大のポジションってだいたい膝が90度ぐらいなのでこれで OK です。別にディープで深く下がってやる必要はそこまで必要でないかなと思います。また足首が硬い人にとってはまたしゃがんでください。足首が硬い人にとっては こういうふうに耐えれなくて下がっちゃう場合があるので、ご自身の足首の硬さと膝と股関節さん常に連動していきますので、バドミントンやってる人は特にこの足首を、柔軟性を上げることも一つ忘れないでいただけたらなと思います。
でよりレベルを上げたい人は、まあ、これに、重りを持ったり、まあ、バーベルを担いだりして、あの要求から一般的なストレーニングのスクワットをあのお勧めします。で、あのさらにこうレベルを上げてというか、まあ、有効なのは基本的に両足でこう やってますよ、ま、前に両足からスタートすると思うんですけど、あの一歩踏み出したら必ず片足動作になるので、両足のスクワットとそれぞれランジでしたり足の横のサイドランジだったり片方のスクワットだったりっていうのもあの取り入れていただけると、あのよりレベルが上がっていいかなというふうに思います。なんかご質問とかあれば、あのこれ YouTube にアップしておきますので、YouTube 上のコメント欄にですね、お返事いただければなと思います。どんどんご質問等あれば、いつでも連絡ください。以上です。